今日は豚の角煮丼を作りました。こんにちは、料理研究家のゆかりです。このチャンネルはいろんな料理のレシピ、そして役立つ情報をご紹介していくチャンネルです。ぜひチャンネル登録して楽しんでみてください。今日はコロコロ角煮丼を作りたいと思います。はい、ということで今回は角煮をコロコロサイズにして丼に仕上げていきたいと思います。通常角煮を作るときは長時間かかるんですけれども、今回のコロコロ角煮は小さいサイズなのでフライパンで簡単に作れて、かつ短時間で作ることができます。材料は手軽で作り方もすごく簡単です。ぜひ最後まで楽しんでみてください。それではどうぞ。それではまずはじめに角煮の材料からご紹介します。材料はこちらです。豚バラブロック、お醤油、お酒、お砂糖、みりん、おろし生姜、だしの素、片栗粉、サラダ油、お水。角煮はこちらの材料で作っていきます。今回ね、使用するだしの素はこちら昆布のだしの素を使っていきます。こちらかつおだしを使っていただいても OK です。今回使うお酒なんですけれども、料理酒はね、塩分が入っているので塩分とか入っていないね、日本酒を使ってください。またはね、焼酎とかを使っていただいても OK です。続いてその他の材料をご紹介します。材料はこちらです。卵、チンゲン菜、ご飯、こちらの材料を使っていきます。こちらの卵はゆで卵にして付け合わせにしていきます。でこちらのチンゲン菜も付け合わせです。ということで早速こちらの材料で作っていきます。それではまずはじめに付け合わせのチンゲン菜から作っていきます。まずね、こちら根っこの部分を少しだけ切り落とします。でこちらを縦半分に切ります。でさらにこれを半分に切ります。そしてこのように4等分にしてください。そうしましたらこのような耐熱の器に入れて、そしてふわっとラップをします。でこちらを電子レンジ600ワットで1分30秒加熱します。1分30秒加熱しました。そしたらラップを取り外します。でこのようにチンゲン菜に火が通れば OK です。でそしたらですね、このチンゲン菜は氷水を用意して、でこのまま3分ほど氷水で浸して、その後しっかり水気を取っておいてください。チンゲン菜の準備はこれで OK です。それでは続いて付け合わせのゆで卵を作っていきます。まずお湯を沸かしてください。で沸騰したら、こちら分量外ですが塩小さじ2分の1ほど加えます。でそしたらちょっとね、クツクツを弱めてください。そして卵をそっと入れます。でこちらの卵は冷蔵庫からすぐ出した卵です。で今ね、クツクツがなくなったので、少しね火を強めて優しくクツクツするぐらいをキープして、このまま8分茹でていきます。はい、今8分経ちました。そしたら火を止めます。そして卵を取り出します。で卵を取り出したら、このように氷水にすぐ浸してください。そしてこのまま10分冷やします。で冷やしたらその後殻を剥いておきましょう。ゆで卵の準備はこれで OK です。それでは続いて角煮を作っていきます。まずですね、こちらの豚バラブロックを切っていきます。だいたい 1.5 から2センチ幅に切っていきます。はい、切りました。そしたらですね、これを寝かせて、これも同じようにだいたい 1.5 から2センチ幅に切っていきます。これをですね、さらに半分に切ります。でこのようにだいたい 1.5 から2センチ角ぐらいの大きさになるように切ってください。それでは残りも同じように切っていきます。はい、このようにコロコロサイズに切ってください。豚バラの準備はこれで OK です。それでは続いて水溶き片栗粉を作っておきます。ボウルに片栗粉、そしてお水を加えます。でこれをよく混ぜましょう。はい、水溶き片栗粉の準備はこれで OK です。それではお肉を今から炒めていきます。まずフライパンにサラダ油です。少し多めの油を入れてください。そうすることで豚肉から余分な油をしっかり出すことができます。そしたら火にかけます。火加減は中火で、まず30秒ほど温めてください。ちょっとね、こうやって油を広げながら温めていきましょう。はい、今30秒温めました。そしたら火加減を少し弱火にして、そしてお肉を入れていきます。やけどしないようにね、注意してください。そしてお肉をね、炒めていきます。でこのようにフライパン全体にお肉を広げて焼き色をつけていきます。でお肉を入れ終わったら火加減は中火にしましょう。で1分ぐらいしたらコロッとね、裏返していきます。このぐらいですね、焼き色がついたら裏返してください。
お箸で転がしながら全体にいい感じに焼き色がつくまで焼きましょう。でこの時ね、やけどしないようにだけ十分に注意しながら焼いてください。はい、OK です。一旦火を止めます。今ね、だいたい2分半ぐらい焼きました。そうするとね、このようにこんがり焼き色がつきます。で、見ていただくとわかるんですけれども、先ほどよりもかなり油が出たのわかりますかね。このようにね、多めのサラダ油で焼いていただくと、しっかりこのね、豚肉の余分な油を出すことができます。そしたらね、この油は拭き取りましょう。キッチンペーパーで拭き取ります。で、こんな感じでね、結構油が多いときは一度お肉を出してフライパンをリセットセットしていただいても OK です。はい、このぐらいですね。油がたまらないぐらいですね。油を拭き取ってください。そうしましたら今から煮込んでいきます。まずここにお酒、そしてお水、お砂糖、みりん、だしの素も一緒に入れてください。そしておろし生姜を入れます。そしてさっと混ぜましょう。はい、で火にかけます。火加減は中火でこのまま沸騰させてください。このようにね、最初に甘みを入れていくことでお肉のコクがアップしてとても美味しく仕上がります。ここに一緒にお醤油を入れてしまうとお肉がね固くなってしまいますので、お醤油は後から加えるようにしてください。ではこのまま一煮立ちさせます。はい、沸騰しました。で沸騰したらね、上に出てきたアクを取り除きます。でこのままだいたい1分ぐらいね、一煮立ちさせます。はい、今1分経ちました。それではここに最後ね、お醤油を加えます。で混ぜましょう。このようにクツクツしてきたら、だいたい1分ぐらい加熱してください。はい、一煮立ちさせました。そしたらね、火加減は弱火にします。そしてここに落とし蓋をします。で今回はクッキングシートで簡単に作りました。これを乗せます。はい、そしたらこのまま15分弱火で煮込んでいきます。はい、15分経ちました。そしたら一度火を止めます。そして落とし蓋を取ってください。こんな感じで美味しそうに仕上がってます。大体ね、お肉の頭が少し出るぐらいですね。そのぐらい煮詰まれば OK です。そしたらここにね、作っておいた水溶き片栗粉を加えます。下にね、結構沈殿してるので一度こうやってしっかり混ぜましょう。そして火を止めた状態で入れていきます。そしてまだ火を入れない状態で一度混ぜましょう。はい、OK です。でそしたら火にかけます。で火加減中火でだいたい1分ぐらいですね、煮詰めていきます。はい、OK です。したら火を止めます。これでコロコロ角煮の完成です。こんな感じでとろみがついて美味しそうに仕上がりました。こちらですね、煮詰めるとちょっとね、しょっぱさが増すので、ちょっと味見をしていただいて、もししょっぱい時はお水を加えて、その後また一煮立ちさせて味を調整してみてください。では盛り付けていきます。まずね、こちら茹でておいた卵をね、半分に切ります。で切る時はこういったね、糸を使っていただくと断面が綺麗になります。糸をね、このように一周させて、そして引っ張ります。ではいきます。オープン。じゃじゃーん。はい、このように半熟で美味しそうに仕上がりました。では盛り付けていきます。まずここに角煮を乗せます。で今回の分量だと2人分になります。はい、たっぷり乗せました。では続いてチンゲン菜を盛り付けます。そして最後卵ですね。はい、こんな感じに仕上がりました。はい、これで角煮丼の完成です。こんな感じに仕上がりました。このようにしっかり味も染み込んで美味しそうに仕上がってます。そして卵も半熟で美味しそうに仕上がってます。これで完成です。それでは早速いただきたいと思います。美味しそう、もうボリューム満点ですね。それではいただきます。お肉がとってもジューシーですね。美味しい。そしてこの角煮自体も余分な脂をしっかり出しているので、全然脂っこくなくてとても美味しいです。ではね、ちょっと半熟卵に角煮を乗せていただきます。ではいただきます。もう最高に美味しいです。
はい、ということで今日も美味しく仕上がりました。今回の豚の角煮丼のポイントです。まずお肉なんですけれども、だいたい 1.5 センチから2センチ角ぐらいの大きさに切るようにしてください。で、このお肉はですね、焼くと縮むので作りたい大きさよりも少し大きめに切っていただくといいかなと思います。そしてお肉を焼くときのポイントです。お肉を焼くときは少し多めの油で焼いてください。そうすることで豚肉から余分な油が出やすくなって、とてもあっさりとした角煮に仕上げることができます。で、この時に出た油なんですけれども、しっかりとね、キッチンペーパーで拭き取るようにしてください。で、結構ね、油がたくさん出るので、一度お肉を出していただいて、フライパンをリセットしてからお肉を戻し入れていただいても OK です。そして煮詰める時のポイントです。煮詰める時は、まずお醤油以外の材料を加えて、一煮立ちさせてください。最初に甘みを加えることで、コクと旨味がアップして、とても美味しく仕上がります。最初からお醤油を入れてしまうと、お肉が硬くなっちゃったりとか、あとはちょっとしょっぱくなってしまいますので、お醤油は後から加えるようにしてください。そして煮詰め終わった後は水溶き片栗粉を加えるんですけれども、この水溶き片栗粉を加えるときは火を止めてから加えるようにしてください。で、火を止めて加えて、その後混ぜてから火にかけて仕上げるようにしてください。今回はですね、付け合わせにチンゲン菜と、あと半熟ゆで卵を添えました。こちらはお好みなので、ぜひ一緒に召し上がっていただけたらと思います。豚の角煮を作るときは結構時間がかかるんですけれども、このようにね、小さいコロコロサイズにしていただくと短い時間で作ることができます。材料は手軽で作り方もすごく簡単です。とても美味しいので、ぜひ作ってみてください。はい、ということで今日は豚の角煮丼を作りました。私のチャンネルでは他にもたくさんいろんな動画を配信してます。ぜひチャンネル登録して楽しんでみてください。そして Twitter、Instagram、Facebook、TikTok、 こちらにもいろいろアップしていますので、ぜひいいね、フォロー、シェアしていただけたら嬉しいです。よろしくお願いします。ということで今日はこの辺で終わりたいと思います。本日も最後までご視聴いただきありがとうございました。ぜひグッドボタンもよろしくお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。